はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは。こんばんは、パパでーす。今回の動画なんですけれども、今回はですね、こちらの商品のですね、ご紹介をいたしたいと思います。はい、こちらですね、無名剣虚無ですね。派遣ブレードライバーのご紹介でございます。こちらなんですけれども、映画ですね、劇場版仮面ライダーセイバーの不死鳥の騎士と、破滅の本という映画、ゼロ版のですね、一緒にやった映画の、ショートムービーっぽいやつだったんですけども、その中でですね、出てきた、変身ベルト、まあ敵役なのかな、エターナルフェニックスなんですけども、の変身ベルトと、まあこれは聖剣かなになります。はい。で、ちょっと話長くなってしまうんですけども、映画で使われたアイテムがですね、一般のテレビ放映で再登場するケースってめったにないと思うんですよね。過去にあったかなという記憶があんまないんですけども、なので、逆に言うと私は助かりました。はい。映画の直後にですね、こちらの開封動画撮りたかったんですけども、ちょっとなんだかんだ色々ありましてですね、撮れなかったので、まあ、今になってしまったので、ちょうどですね、タイミングよく、今日の撮影がですね、5月の11日なんですけれども、ここの中の、放送分で、出てきてくれたのでね、またこれを紹介するタイミングができたかなと。ということで、今回ですね、こちらを撮影しております。はい。ではですね、長く話してもしょうがないので、早速こちら開けていきたいと思います。はい。ではこちらですね、開けていきまーす。こちらですね、まあ一応、表ですね、横をぐるっと回って、はい、エターナルフェニックスの絵があって、まあ、こんな感じですね。はい。で、こちらのアイテムがですね、プレ版限定だったと思いますので、で、今回ですね、テレビで出てきた関係で、普通の一般販売するかどうかはごめんなさい。まだですね、今のこの収録時点ではですね、確認しておりませんので、なんとも言えないんですけども、もしかすると、あるかもしれませんね。再販が一般販売で。まあ、ないとは思うんですけどね。はい。一応じゃあ開けていきますよ。はい、じゃーん。はい、こちら。はい、いつもの通りですね。蓋がついております。で、これも、どかします。オープン！うぃー、来たー。はーい。まあ、ベルトね。あと、ベルト止め等は出しません。こちらですね、聖剣でございます。無名剣虚無。黒いクリアーではなさそう。ね、黒い聖剣でございます。で、続いてエンブレム。こちらですね、エンブレムになります。エンブレムでーす。これもカチッとはめてね。はい、こんな感じです。はい。で、続きましてドライバー。はい、ドライバーです。ドライバーです。出します。こちらですね、まあ独自成形っぽいですね。ここだけね、なんかネジで止めてありますし、ここね、多分独自成形でしょう。まあ火炎剣じゃないわ、普通の総ドライバーと比較してもね、無理やりくっつけたのかな、どうなんだろう、ちょっと違う、やっぱね。ただ、おそらく、ああでも違うか、うん、違うかな、わかんねえ、若干違う。はいはいはい、なるほど。ですね、ここの部分だけ違う感じですね。この部分だけ、ちょうどここで分割線あるんで、こっから前が外れて、これだけガチャンって感じで、あと後ろ多分一緒、うん、だね、うん、後ろは一緒、前側部分だけが違うって感じですね。で、刻まれている文章も一緒ですもんね、うん、はい。で、こちらが、エターナルフェニックスのワンダーライドブック。ちょっとアップします。
じゃね。はい。アップします。はい。まあ、一周見渡すとこんな感じで。ね。はい。もう一回撮りましょうかね。もう一回撮ります。かつてから伝わる不死鳥の伝説が今現実となる。おー、いいっすね。はい。な感じですかね。ではですね、ちょっとここ片付けて、音声連動をですね、やっていきましょう。ね。はい。はい。そうしましたらですね、こちら、電池の方入れましたので、音声連動の方ですね、していきたいと思います。で、まあ、こちらですね。電源入れます。聞こえますかね。もう一回行きましょうか。無名犬虚無。はい。大丈夫かな。もう一回。もう一回文字入れますね。無名犬虚無。はい。感じでございます。なんか。カメラのモニター越しに見たらめっちゃ燃えてるように見える。何？気のせいかな？え？まあまあまあいいや、後で確認してみます。え？嘘？マジで？まあいいや、はい。はい、そうしましたら、まずこっちのカメラに向かってですね、変身音、連動させてみたいと思います。変身。はい。なんか音足んなくね？大丈夫？こんなもんだっけ？ちょっと待って、もう一回やろうか。はい。やっぱこんなもんなのかな。で、
はい。これで終わりだよね、多分ね。うん、ないもんね。ちょっと、じゃあ、ビート一つか。散歩かな。やっぱそうですね。はい、以上でございますね。で、ではでは。呼び込ませてみましょうか。無理か。無理なんだ。え、じゃあ、ちょっと待ってよ。こっちは。あ、反応しない、やっぱ。これには入ってないんだ。そういうことか。了解。ではですね、これを、流れですけど、流れの情報、あ、流れじゃなくて、せっかくだから、まあ一緒ですよね。ちょっとごめんなさい、科学的なもんで。もう一回いきますね、これで。いきまーす。そういうことね、心中になっちゃうのね。なるほどなるほど、ふむふむ、了解しました。はい、そしたらですね、今からの動画はですね別撮りになっているんですけれども、実はですねルキちゃんに教えてもらったことがありまして、それをですね追加で入れたくてですね別撮りしております。まずですね、前の部分の冒頭の部分ではですね電源普通に入れてたと思います。はいですね。でこれをトリガー押さえながら電源を入れると、わかりましたか。無名権虚無、これが押しながらだと無名権虚無、はい、ボイスサウンドが流れるようになります。これ私気づいてなくてルキ君に教えてもらいました。で、通常音声の場合のですね返信音はレビューしてありますので、ここからはですね、プレミアムサウンドっていうんでしょうか、まあ、実質メモリアル版というも言われているタイプの音声でレビューをしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。では、こちら返信の連動していきましょう。伝説が今現実となる。
入り悪いんだよな。で、リード必殺ですね。はい、以上ですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらですね、無名拳虚無、派遣ブレイドライバーのご紹介でございました。本日のですね、この、追加の収録がですね、5月の16日になってるんですけども、本日ですね、何話だ、一応放送がございました。で、その中でですね、ちゃんとこちらも出てきておりますし、この次のですね、動画でも紹介させていただきます、こちらエモーショナルドラゴンですね、エモーショナルドラゴンアンダーライドブックの方も、ちゃんと劇中の方に出てきましたので、そちらもぜひ楽しみにしていただければと思うんですけどもね、消えちゃったね今日のですね、放送分で、あのマスターロゴスにですね、あなたの役目はここまでですと言われて消えちゃいましたよね、聖剣とワンダーライドブックだけ取られて。はい、なのでまあこれでちょっと消えてしまったのは残念なんですけども、まあ、今後どういう風になってくるかですね、もしかすると再登場するかもしれないので、その点ですね、ちょっと期待をしつつ、今後のですね、展開をお楽しみにしていきたいと思います。はい、というわけでですね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価ですね、いただければと思います。あと YouTube 専用の Twitter アカウントと Instagram のリンクですね、トップページの説明欄の方に貼っておりますので、そちらの登録もぜひお願いいたします。ではまた次回以降の動画でお会いいたしましょう。さようなら。次回はこちらでございます。